1995年8月24日、パソコンの基本ソフト Windows95 がアメリカで一斉に発売された。1箱109ドル、これまでに2000万本が売れた。昨年11月日本でも発売され、1箱13,800円のパッケージが飛ぶように売れた。何本でも買ってってくれ。アメリカシアトル郊外にあるマイクロソフト、 Windows を開発販売する世界最大のパソコン用ソフトウェア会社である。経営最高責任者のビル・ゲイツ40歳、現在1兆円の資産を持つ世界一の大金持ちである。従業員16,000人、海外支社47。マイクロソフトの若き創業者ビル・ゲイツはこの巨大な会社をわずか20年間で作り上げた。 Windows をはじめ、ワープロ表計算、データベース、CG にコンピューター言語、パソコンを利用するためのさまざまなソフトウェアを100種類以上開発販売している。その売り上げは5900億円に上る。シリーズでお伝えしている新電子立国、いよいよこれからパーソナルコンピューター、パソコンのソフトウェアの世界に迫っていきます。相田さん、去年の暮れの Windows95 の発売で大変な反響だったんですね。夜中の発売でしたね。そう、はい、Windows は買って、はい、あれで何をするわけなんですか。お客さんの中にはね、パソコンも持ってないのにあれ買った人がいるっていう話聞きましたけど、あれはパソコンがないとほとんど何の役にも立たないわけですね。で、役割はね、はい、さまざまなゲームだとか、それから家計簿のソフトウェアとか、ワードプロセッサーとかあるでしょ、はい、ああいうパーソナルコンピューター用のアプリケーションソフトと言われているものと、はい、それからコンピューターの間の仲立ちをするものなんですね。あれがないとですから動かないわけですよ。そういうそのアプリケーションソフトウェアと称するさまざまなソフトウェアがあれを介して動くものですから、あれがないと動かない。それで基本ソフトと言われてるんですね。柄はでかいけど中身に入ってるのはこんなもんなんですね。 CD ですね。そうですね、コンパクトディスクみたいなもんですね、はいはい、でこれをですね、こういうケースに入れるんですって、はい、ここにセットして蓋をして、でこの読み取り装置の中に軽く押してやると、ここに入ってるソフトウェアの中身を読み込んで、でこの本体に送り込んでる最中なんですね、でそれで終わりますとここにパッと画面が出ます。ああ出てきた。新しいの出てきましたね。これが窓ですよ。ああ、ウィンドウなんですね。ああでウィンドウ。はい。それでさらにこの矢印をですね、こうやってほら矢印がガンガン動くでしょうね。自由に動きますね。自由に、もう望みの方向にこの矢印がこれで動いていくと。はい、これで、はい、ここをポンポンとこう二度押すとまた窓が開くと。うん、そうすると絵が出てきましたでしょう。いろんなものが出てきましたね、中に入ってるソフトウェアの中身いろいろってやつですね。はい、これで、はい、ゲームのソフトウェア に矢印を持ってって、2回クリックすると、画面にゲームの開いた立ちどころにゲームを、はい、であとはこの指示に従ってゲームを楽しめるわけですね、同じような方式が他にもあるんですけど、例えばアップだとか、ただ、なんせ圧倒的なシェアを誇っているのがこの Windows なんですね。アメリカ北西部、太平洋に面するエリオット湾、シアトル郊外に世界最大のソフトウェア会社マイクロソフトがある。ここで Windows を開発している。車内を走るマウスカー、パソコンのマウスをかたどっている。敷地の総面積は106ヘクタール、甲子園球場25個分の広さに緑の芝生が広がる。そこに開発販売管理など部門ごとにビルディングが30。マイクロソフトではここを大学になぞらえてキャンパスと呼んでいる。会長のビル・ゲイツは毎朝自分の車で出勤する。現在40歳、この会社の創業者である。社員一人一人には個室が与えられる。仕事の気晴らしにゲーム機を置くプログラマー、彼女からの贈り物を置くデザイナー。名前はキューピックって言います。なんていうのかな、4本足で翼のある怪物ですよ。
勤務時間は自己管理。契約は1年ごとで報酬は業績に応じて決められる。私はソフトウェアの女神よ。冗談だけどね。ちょっと見て。ほら、名刺にも捨てあるのよ。ソフトウェアの女神って。部屋の数は5000を超える。プログラマーたちは商品ごとにグループを作って開発を進めていく。平均年齢は32歳。私はとにかくおもちゃを集めるのが大好きなんです。子供の頃からの趣味ですね。相当に変わっているでしょ。まあ一緒に仕事をしていて楽しいやつですよ。これは私のお気に入り、エンドウ豆の上にバターが乗ってる帽子です。見たことあります？どう、似合います？優雅でしょ。食堂は30のビルにそれぞれある。そこでは家族の出入りが自由。クラシック、ジャズなど社員の同好会が日替わりで演奏会を開く。庭でもロックバンドの演奏会。マイクロソフトの社風は仕事と遊びの両立。バーベキューパーティーを楽しむ様子はまさにキャンパス。勤務時間、部屋の飾り付け、結果さえ出せば全てが自由。仕事の合間を見てスポーツタイム。スケート、ジョギング、サイクリング、サッカー、バレーボールにフリスビー。このオンドリはプログラマーたちの可愛いペット。会社を成功させる秘訣は優秀な人材を揃えることです。でもそれだけではダメで、優れたソフトウェアを開発できるような創造的な環境を整えることが大切です。私は全ての社員に快適なオフィスを与え、開発に必要なものは全て揃えるようにしています。また社員同士のコミュニケーションが円滑になるようにも心がけています。ソフトウェアの開発にはキャンパスの自由活発で楽しい雰囲気が必要だと考えています。事業1万6000人ですって、あそこね。はい、おいで、売上が5900億円ですって。おいでね、利益がね、1400億円。へぇ、純益っていうんですか。うん。ねえ。で、本人もですね、総資産1兆円ですって。うん、アメリカ一の大金持ちになっちゃったというわけですね。でも、うん、若い人ですよね。若いですね。40歳ですって。うん、レイクワシントン。この湖に面する商社な家。ビル・ゲイツは1955年ここで生まれた。父は企業弁護士、母は教師。姉妹の3人兄弟の家庭で育った。幼い頃から読書が好きで、数学と理科が得意な少年だった。ボーイスカウト、アメリカンフットボールなどスポーツにも熱中する少年時代を過ごした。そして11歳の時、私立学校レイクサイドスクールに入学した。ここでゲイツはコンピューターと出会うことになる。当時アメリカではアポロ計画が成功し、コンピューターへの関心が高まっていた。親たちはバザーを開いて資金を集め、子供たちが自由にコンピューターに触れられる部屋を作った。当時この部屋は出入りが自由でした。それでこの辺りにテレタイプがありました。テレタイプはタイプライターの形をしていて、電話回線で信号をやり取りする装置です。コンピューターはここではなく1200キロ離れたカリフォルニアにあったのです。ゼネラルエレクトロニクス社コンピューターセンター。ここに時間貸しのコンピューターがあった。技術革新の結果、1台のコンピューターを大勢の人が電話回線を通じて利用することができるようになった。生徒たちはもうコンピューターに夢中になっていました。少しでも空いた時間があると、この部屋に集まり、争うように使っていました。朝、私がドアを開けるのを待っている生徒もいましたし、午後、体育の時間をサボる子までいました。これは当時子供たちがコンピューターを楽しんだ様子の再現である。まず、プログラムを書く。今書いているのは三目並べのプログラムである。完成したプログラムは紙テープに穴のあるなしの配列として記録される。
音響カプラー。電話をかけるとこの装置がプログラムを音の信号に変換する。コンピューターとテレタイプがつながるとプログラムをセットする。穴の配列をテレタイプが読み取りコンピューターに送り込む。プログラムが正しければレディー、準備完了と答える。当時はプリンターがモニターの代わりであった。果たして結果は。この瞬間から子供たちがマス目を指定するとコンピューターが次の手を打ち返す。三目並べのゲームができるようになった。キーボードから命令を与えるとすぐにコンピューターは反応します。一生懸命に考えたプログラムが正しいのか間違っているのか一瞬にしてわかるんです。その素早い反応にとても驚きました。プログラミングは数学に似ています。正しいか間違っているか答えは一つしかありません。その明快さに惹かれました。13歳の時コンピューターに出会ってから数年間はプログラミング中毒と言ってもいいぐらいに熱中しました。この部屋での一人の少年との出会いがビル・ゲイツの運命を変えていく。2つ年上のポール・アレン、後にビル・ゲイツとマイクロソフトを創業し共同経営することになる。ポールと私は13か14にしてはとても独立心が旺盛でした。当時すでに会社を作りコンピュータープログラムでお金を稼いでいました。2人でよくいろんな会社宛に手紙を書いては仕事を探したもんです。今から思うととても大胆でしたね。ビルはエキサイティングな人で新しいことにチャレンジするのがとても好きでした。ビルと私のお気に入りはビジネス誌でした。例えば世界のトップ企業500社を特集した記事などをよく読みました。そしておいおい何十億ドルも売り上げがあって従業員が1万人もいて何千万ドルもの利益が上がる会社を一体どうやって経営してるんだって二人で興奮して話しました。そうですね、ビルと私は子供の頃から自分たちの会社を作ることに非常に関心が高かったのです。アメリカ東海岸ボストンにあるハーバード大学、ゲイツは18歳で法学部に入学した。ここで寮に入ったゲイツは当初ポーカー三昧の生活を送った。私は人生においてどの方向に進むべきなのかをまだ決めかねていました。コンピューター産業は社会の主流になっていなかったからです。父のように弁護士になろうと思ったこともありますし、科学者か数学者になろうとも考えました。まあいずれにせよ成功するはずだと自信満々でした。ところがシアトルの大学へ進学していたポールがボストンで勤め始め、またよく会うようになったんです。ポールはいつも私に言いました。近い将来パソコンが登場する、その時は一緒にソフトウェア会社を作ろうって。ちょうどその頃、うん、世の中はですね、うん、エレクトロニクスの世界を大きく変貌を遂げると、うん、それはやっぱり半導体技術の発達なんですね、うん。カリフォルニア州シリコンバレーで一つの革命が起こった。1968年この地に設立された半導体メーカーインテル。この社員100人余りのベンチャー企業がマイクロプロセッサーを発明したのだ。髪の毛の太さに何本もの線が描かれた微細な回路、6ミリ角の半導体に大型コンピューターの主要な機能を組み込んだ。コンピューターの心臓部が1個10万円で手に入るようになった。これならば個人が買えるコンピューターを作れるかもしれない、そう考えた一人の男がいた。ここは世界で最初のパソコンを作ったエド・ロバーツのオフィス。当時ロバーツは電卓の会社を経営していたが、マイクロプロセッサーの誕生をきっかけにパソコンの開発に取り組んだ。アルテア、世界初のパソコン。モニターもキーボードもない。点滅するライトが表示装置。スイッチでプログラムを入力する。この中のコンピューターの動作を120ぐらいの動作に分けましてね。うん、でこれを使う人はその120の動作をいろいろ組み合わせて、うん、そのこのコンピューターに仕事をさせて、うん、させるというのがまあ大体このコンピューターの使い方だったんですね、うんうん、例えばこういうことですね、うん、
で、これが仕事動作のこう種類ですね。これが120通りある、これが120通りあるわけですね。で、これは記号になっておりますから、この120通りの動作を組み合わせて、このコンピューターに仕事をさせようってわけですね。これがまあプログラムなんですよ。で、そのプログラムはですね、じゃあどうやって入れたかと。今スイッチの上げ下げでプログラムを入力している。その内容はジャンプトゥゼロ、記憶装置のゼロ番地へ飛びデータを読みなさい。入力が終わったら実行。ライトが点滅。これでプログラムが走り出した。例えばジャンプとどこどこに飛びなさいという命令が一つあるとする、その命令はですね、今は例えばジャンプというキーボードで打てばいいんですけど、当時はジャンプという命令をこの中に入れるにはですね、その横にこの照合表が、対象表がありまして、11000011だと、だからこれはこの中に入れるにはですね、11000011と、上が1で下が0なんですね。そしてそれをこの中 の、あの記憶装置に移しますと、いうんで、これはエグザミンというスイッチを入れて、それで元に戻しますと、次の行に行きますと、命令一つずつこう入れていくと、そうすると命令が何十もあると、その都度こういうことをやったと。それでそれ入れますね、でさあ走りましょうと、あのコンピューター働いてくださいと、走らせるときにはランというスイッチを入れると、ランと、全くそれはあのプログラムもデタラメで走らなかったときにはうんともすんと言わないと、あるいはプログラムが間違ってて変なことやったら、もうたちまち暴走してですね、あるいはランプがつきっぱなしになっちゃうとかいうわけですね。でこれが正常に働いてるときはですね、あるところだけがチカ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 こう点滅すると、このランプが、押すと、俺の作った命令が、それがその命令通りに今この、このね、表示装置に現れてると、見た目はチラチラしてるだけなんだけど、やってる本人はもうそれでさ、やったってなもんなんですよ。今はパソコンなんて当たり前ですが、当時は叶わぬ夢でした。私は欲しくて欲しくて仕方がありませんでした。ですから他にもそういう人がたくさんいてもおかしくありません。当時こう考えました。自分専用のコンピューターを持つことはセックスよりも素晴らしいって。アメリカ南部メキシコに近い砂漠の町アルバカーキ。この町の一角に世界で最初のパソコンメーカーが誕生した。社名は3つ。私たちが取材でここを訪れた時、事務所のアコは額縁屋に変わっていた。当時ロバーツはビジネスで失敗。しかしパソコンの開発計画を聞いた銀行は6万5000ドルもの大金を倒産寸前のロバーツに貸した。その金でロバーツはマイクロプロセッサーを購入、パソコンを設計した。そして1974年12月、世界初のパソコン誕生、科学雑誌が特集記事で取り上げた。ついに誰かがパソコンを作ったんだ。私は思わず叫びました。そしてその雑誌をすぐに掴むと、ビルの寮へ走っていき、その雑誌を見せました。するとビルも興奮し始めました。パソコン用のソフトウェアを作り、自分たちの会社を起こすチャンスが目の前に転がり込んできたのです。ずっと考え続けてきたことが実現しそうになったのです。もちろん私もすごく興奮しましたが、同時にすごく焦りました。私は当時大学を中退して、ポールとコンピューターの会社を作る決意をしていました。それなのに他の人たちに先を越されているかもしれない。しかも手元にはまだ何もなかったんです。ビルはすぐにロバーツに電話をしてこう言ったのです。アルテアで使えるベーシック言語を今開発中です。あと少しで完成するけど、契約する気はありませんか。ああ、そういう電話は嫌になるほどかかってきました。だけど実際にアルテアで使えるベーシック言語を持ってきた人は一人もいませんでした。1たす1イコール2という、非常に電卓で言えば 1のキーを押してプラスをして1をキーをしてイコールを押せば結果が2と出る、あの1たす1イコール2という方、あれをですね、例えばそのコンピューターどうやって動作するかというとですね、こんなことやるんですね。12ぐらいの段階を踏むわけですね。こういうこう、スイッチングを12回こう繰り返して、ようやく1たす1イコール2という、その動作をしてくれるわけですね。煩雑な動作手順ですね。それは、例えばその命令文で書いていくと、こんな命令を次々とこう書いて、それに対応する
コンピュータースイッチングをこうしてくれて、はい、ようやく1たす1イコール2になるわけですね。だけどこれじゃあかなわないよと、うん、もうちょっとに、人間に近い言葉でね、同じことをやってくれないだろうかという欲求がそれは当然出てきますね、はい、でそうするとそれはどうするかというと、その結果だけ先言いますと、プリント1プラス1とキーボードでプリント1プラス1とこう叩けば、やがて結果で2と出てくると、うん、スイム電卓に近いですね。非常に便利になったなという感じがしますね、うん、それのこれを実現するための変換プログラム、これが言語なんですね。1974年12月ゲイツとアレンはアルテア用ベーシックの開発を始めた。しかし手元にアルテアの実物はなかった。そこで大学のコンピューターを利用することにした。二人はこのコンピューターをアルテアに見立てベーシックのプログラムを繰り返しテストした。理屈ではここで動けばアルテアでも動くはずだった。ポールと私は昼も夜もコンピューターの前に座り続け、ほとんど眠りませんでした。いつも頭の中にあったのは、誰かに先を越されるかもしれないという恐怖心でした。あともう少しで完成すると何度も電話しました。するとロバーツは、もし完成したら持ってきてくれとだけ答えました。結局ベーシック言語を完成させるのに3ヶ月かかりました。真冬のボストンから飛行機で4時間、ポール・アレンはベーシック言語の紙テープを持ってアルバカーキに到着した。アレンを空港に出迎えたのはエド・ロバーツ。トラックに乗せられ事務所までひたすら砂漠の街を走った。アレンは大きなコンピューターメーカーを想像していた。しかし彼の目の前に現れたのはアルバカーキでも最も家賃の安いボロ屋である。気を取り直して早速テスト。アレンがアルテアの実物を見たのはこの時が初めてだった。持ってきた紙テープをテレタイプにセットし、アルテアを起動させた。ベーシック言語のプログラムがテレタイプを経由してアルテアへ送り込まれていく。アルテアの中の記憶装置にベーシック言語が格納された。プログラムにミスがなければレディーと出るはずである。最初にレディーと出た時、ロバーツは非常に驚いていました。でも実は私の方がもっとびっくりしていたのです。もっとも驚いたことを悟られないように、動くに決まっているよ、当然さ、という態度を取りました。とにかくアルテアの実物もなく、雑誌の記事からの情報だけでベーシック言語を開発できたことを本当に素晴らしいと誇らしく思いました。なかなか信じられませんでした。電話の受話器をポールがテレタイプに近づけてくれたんです。ベーシックで書かれた月着陸船ゲームが動いた。プログラムがアルテアの中で処理され、ゲーム画面がプリントされる。月に着陸できるかどうかを競うこのゲーム。アルテアがただのスイッチングボックスから便利なパソコンに脱皮した瞬間である。今でもはっきりと覚えています。とても興奮した瞬間でした。普通の人が使えるソフトウェアがついに手に入ったのです。とにかく私たちの手で開発したベーシック言語がパソコンで動いたという事実にとても興奮しました。ビルは電話越しでしたが、とても興奮すると同時に安心している様子でした。私たちはそれこそ何度も何度もプログラムに間違いがあるのではないかとチェックし続けたのに、ビルは本当に動くかどうかをとても心配していましたからね。ところがビルは安心した途端、ロバーツとどういう契約をするべきなのかを話し始めました。ベーシック言語の開発が成功したと知ると同時に、次のステップである契約について考え始めていたのです。マイクロソフト最初の拠点。ゲイツとアレンはボストンからこのアパートに移り住み、ソフトウェアビジネスに本格的に乗り出した。すべてのアルテア製品用にベーシックが作られた。契約料は17万5千ドル。あとは売れる台数に応じて使用料を受け取ることになった。アルテアの発売をきっかけに、個人でコンピューターを持つ人たちの数が爆発的に増えた。
それに伴い各地にコンピュータークラブができ、コンピュータークラブを作る理由はほとんどの場合ソフトウェア不足だ。ハードは作ったがそれを動かすソフトがない。カリフォルニアにできたホームブリューコンピュータークラブはマイクロソフトのベーシックを勝手にコピーして海賊版を作り始めた。ゲイツが書いた海賊版を作る人たちへの抗議の手紙、この中で彼らを泥棒呼ばわりした。苦労に苦労を重ねて作ったソフトウェアをなぜ勝手にコピーするのだ。おおおお、ああ出た出た、ああ出てきた出てきた。ということはこれが元で、うん、これがコピー複製品。ちょっとね、重ねてみましょう。はい、ほらぴったり。あ、本当だ。寸分たがな穴が開いてると。簡単にできた。もうですから一人がこれを手に入れたら、みんなでわっさわっさとうわーってやっちゃうわけですね。当時ソフトウェアはせいぜい50ドルもしませんでした。ところがゲイツは500ドルも支払えと言ってきたのです。500ドルといえばこの家の家賃4ヶ月分ですよ。だから誰しもがめちゃくちゃで現実的でない要求だと思いました。この地域でゲイツのベーシックは200から300も出回っていましたが、そのほとんどが海賊版でした。それだけ普及したからこそコモドーリやラジオシャック、 IBM などの大きなコンピューターメーカーがゲイツのベーシックを採用することになるのです。つまりゲイツのベーシックを標準にしたのは我々の海賊版なのです。我々の海賊版があればこそ彼は目を見張るほどの大金を手にできたのに、ゲイツは私たちを泥棒呼ばわりしたのです。あいつは本当に嫌なガキでした。彼らを泥棒呼ばわりした手紙を書いた目的はちょっとした教育でした。つまり海賊版を作ることは違法だということを知ってほしかったんです。当時の私にはベーシックからの収入しか頼るものはありませんでした。高校時代の友達を雇い、家族持ちの年上の社員もいました。しかも私はまだ19歳でした。とにかく何が何でも出発したばかりのマイクロソフトを生き残らせたいという気持ちだったんです。そのためにはソフトウェアの権利を守ることがとても大切だったんです。ニューメキシコ州アルバカーキ、水と森に囲まれた生まれ故郷シアトルから4000キロ、ゲイツとアレンはここで4年間を過ごすことになる。二人はこのビルの8階に会社の事務所を作る。アルテアに続いて次々と新しいパソコンが現れ、ソフトウェアへの需要は高まった。マイクロソフトは急激に成長し始めた。マイクロソフト早々期の面々、平均年齢25歳、レイクサイドスクール時代の友人、大学時代のポーカー仲間、ゲイツは人集めの名人だった。副社長はポール・アレン21歳。プログラマーはほとんどが途中入社、経歴も様々であった。アポロ計画に参加していたボブ・オリア、総勢11人のマイクロソフトを率いていたのは社長のビル・ゲイツ、すでにハーバード大学を中退していた。ビルに初めて会ったのは秘書として雇われてすぐのことでした。マイクロソフトの人たちは全員が砕けた格好をしていました。ビルも T シャツを着て、それにジーンズ、履いているのはスニーカー、それから髪の毛はボサボサでした。で、その時ビルはあれって思った時にはさっと通り過ぎて、はーいって言ってそのまま奥のコンピュータールームに入っちゃったんです。私は大慌てで上司のところへ行って、ねえねえ、今子供が私の席を通り過ぎていったわ。その子は自分が誰かも言わずコンピュータールームに入ってしまったわ。誰も入れてはいけないってあなた言ったわよね。コンピュータールームには客の秘密がたくさんあるからって。そしたらその上司が、あ、ビルのこと？え？ビル何？ビル・ゲイツ、あなたのボスだよ。え？あの子が私のボスですって？で、彼は一体いくつなの？って聞いたの。だってビルは本当に幼くて16歳に見えたわ。
驚いたわよ。私のボスは19歳だったの。ミリアム・ルバウ、当時42歳。次第に若者たちのお母さん役を務めるようになった。その頃ミッツ社はライバル機に市場を奪われ始め、ロバーツは焦っていた。私は次第にビル・ゲイツとポール・アレンに不信感を募らせました。二人は私の会社を訪ねてきた客に、ソフトウェアのことならマイクロソフトへ行きなさいと勧めていたのです。そうした腹立たしいことがいくつもありました。なぜってマイクロソフトはもともと私の会社専属のソフトウェア会社だったのです。当時私はいつもビルに会うたびに思いました。辞めさせるか引っ叩いてやりたいと。19歳のビルに対して私はまるで保護者のような気分を抱いていました。しかし振り返ってみると、ビルは私よりもずっと賢かったようですけどもね。エド・ロバーツにとってはもうこっち来そうと思ったに違いありませんね。だって3つの、まだ社員なんですから2人とも、あれなんですか、なんか特許の使用料を取るような、ライセンス系だからそこも抜け目がありませんね。だからその作った言語はですね、売らなかったんですよ。それはもうエド・ロバーツでは買いたかったんじゃないでしょうかね。そっくり買い取りで、で全部乗っけて、こう機械に乗っけて売っちゃいたいんだけど、彼らは断固それは拒否したんですね。売らないと、それは我々のものだと。何もアルテアだけのために作ったんじゃありませんよってことなんですよ。要するにもっと一般、もっとそれはこのベーシックは他のコンピューターにも乗っけられんだから、それはね、権利ごとなんか絶対おりませんよ。使用料をくださいって、こういう契約をしたんですな。抜け目ない。だから、ロイヤリティですよ。特許、使用料をくれと。っていうライセンス契約を結ぶわけですね。だからやがて、彼らが作ったマイクロソフト社の会社には、世界中からうちにもベーシック載せてください、うちにも載せてください、うちにも載せてくださいって来るわけですね。みんなから、はい、使用料、使用料、使用料。ここを訪ねたのは15年ぶりよ。そうね、ビルの部屋はこの部屋だったわ。よく覚えてるのはビルはこの床に寝ていたことよ。ある朝出勤するとビルはこの床で倒れていたんですよ。本当に驚いたわ。ビルが病気だわ、大変、お医者さんを呼ばなきゃと思いました。私はすぐに走って上司のところへ行きました。そしたら、ああまたかって、全然相手にしてくれないのよ。ビルは仕事の締め切りが近いから家に帰らないで2日間もずっと働いていたんだ。ビルにとってはいつものことさ。だから心配しなくても大丈夫だって。まったく、呆れるやら感心するやら、なんて奇妙な若者なんでしょうね。ひたすらプログラムに熱中し、昼も夜もない生活ぶり、ルバー夫人には信じられなかった。ある朝、私が出勤すると、ママ、プログラムはどこにあるんだって、私に向かって怒るんですよ。捨てたんだろ！私は何も触っていないわよ。どこにそれ置いたの？僕は昨日の晩床の上に置いて帰ったんだよ。私は、あなたは掃除のおばさんが毎晩ここにやってきて掃除をすること知らないの？と言いました。なんで触るんだ。で、私はこう言ったんです。床の上にあったならそれはゴミよね。ゴミじゃない、大事なプログラムなんだ。いいですか、まずあなたのゴミを机の上に置くようにしなさい。私は掃除のおばさんにも言いました。一切捨てないでください。ゴミ箱の中にあるものは捨ててもいいです。でも床の上にあるものは、ペンであれ紙であれ、それはゴミではありません。出張の度に事務所から空港までの数キロをゲイツのポルシェが疾走する。ギリギリまで仕事を続け、部屋を出るのは5分前。スピード違反の常習犯だった。ルバウ夫人は心配のあまり、ゲイツが留置場に入れられる夢を何度も見たという。毎日昼過ぎに私はあそこに車を止めて、ここのコンピュータールームに来たのよ。前の晩にビルたちが片付けた仕事がプリントアウトされているのよ。
それを会社まで持って帰るのが私の仕事だったの。アルバカーキ職業訓練所のコンピュータールーム。ゲイツたちは電話回線でここのコンピューターに接続してプログラムを書いた。コンピューターからプリントアウトされた紙を毎日ルバウ夫人が持ち帰り、若者たちが繰り返しチェックした。紙の束には0とか1とか記号のようなものがたくさん印刷されてたわ。でもね、私はその時に分かったのよ。ソフトウェアって紙なのね。数字とアルファベットが際限なく続く長い紙。ここに記された記号の羅列がソフトウェアだ。なぜこんなものが売れるのか、なぜこんなものに夢中になるのか、それに加えてもっと不思議なことがあった。主人と私は不動産業を営んでいましたので、手数料は土地を売り買いするときに一度だけ手に入ると考えていました。ところがソフトウェアは同じ製品でも違うコンピューター会社に売るたびに契約料や使用料が入ってきました。なんて素晴らしいビジネスなんでしょうか。彼らたちのママですよ。ね、で事実ママって呼ばれるようになったわけですからね。だからいいお母さんがいて、もう彼らほとんどもうプログラム作りに熱中してるんだけども、他のこと知らないと。だからやっぱりそら紙を買んなきゃいけないと、ご飯食べなきゃいけないよとかね、そんな散らかしちゃいけないよとかってビル・ゲイツの秘書なんでしょうけども、しかし本当は若者たちのお母さんだったんですね。